インドガビアル族は、原生種のインドガビアルや、化石種のガビアリスベンガーウィニカスを含むワニの系統群。ジーガンゲティクスはインドア大陸、ジーベンガーウィニカスはジャワ島から知られている。インドガビアル族は、第4期更新よに、インドア大陸で出現し、第4期に、シ芝、マラヤルルートを介して、マレー諸島へ分布を拡大した。インドガビアル族に割り当てられうる、他の種には、 ウォレス線の東側に位置するスラウェシ島やウッドラーク島から知られているものがいる。インドガビアル族の有志以前の系統は海域を横断でき、西オセアニアほどの遠隔地にも到達できた可能性がある。一方でジーベンガー・ウィニカスの化石がインドネシア以外に太陽国から産出しており、回路を介さずともタイを通過して到達できたのではないかとする見解もある。 インドガビアル族は、シバリク山脈で収集された、ロンドン自然史博物館所蔵の標本に基づき、2018年に再評価が行われた。ジーガンゲティクスとジーベンガーウィニカスは、インドガビアル族に属する数少ない2種であり、ジーハイスドーレカスは、ジーガンゲティクスのジュニアシノニムとされた。さらにジーレプタダス、ジーパキリンカス、ジーカーバイロストリス、ジーブレバセプスは、 ランフォスクスに含まれることが提唱された。ジーブラウニーとジールイシーについては、さらなる改定が求められる。ジーディクスニーは独自の属であるドロスクス属として、独立した。ジーブラウニーは、両目が互いに近くに位置していてかつ、前頭骨の幅も狭い点で、インドガビアルと区別され、1932年に、 当時最も基盤的なインドガビアル属とされていたジー・ディクスニーと原生のインドガビアルの中間的な種として記載された。ジー・ブラウニーはドロスクスよりも分部が長いがインドガビアルほどではなく、また葉の本数もインドガビアルより少ない。以下は分子系統解析を用いた主要な原生は2類の類縁関係。インドガビアル属とマレーガビアル属が アリゲーター上下よりも互いに禁煙であることが示された。以下は、より詳細なガビアルカ内の系統関係。化石種も含んでいる。ありがとうございます。